幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬、しかし土佐藩の大殿山内容堂が土佐に戻ったことを知る。そして時を同じくして武市半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも、龍馬は再び覆面の男を追い始める。あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん。さあ、おりょうちゃん。これは裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかい。ねえおかみさん。せやね、斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。さあ、そろそろ出なあきまへんな。三番隊隊長さん。ああ、行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。後悔するぞ。強すぎるだろう。想定外だ。
金だぜ。道を塞ぐな。金だぜ。道を塞ぐな。Hold up! Hold 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 up! Hold
犯人や。俺が悪かったです。すみませんでした。おっと、危なかった。こんにちは。おお。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。ここで朽ち果てる。道を塞ぐな。強すぎるやろ。
ぞ。